黒のスイスを代表するレギュレーター腕時計。レギュラトゥール黒のスイスは1983年にドイツのミュンヘンでゲルトラングが創業した時計メーカーである。ドイツ企業であるがすべての部品をスイスで生産している。年間5000個ほどの少量を生産で仕上げは手作業で行っているのが特徴。創業者の時計シゲルトラングはクォーツショックの中で各社が 機械式時計の在庫を整理した時に、スイス製時計パーツの収集をし、特にクロノグラフに関しては、コレクターとしても有名になった。以前から古典的スイス時計に同型を持っており、古典的なスイス時計を復活させるために創業したという。クラシックなデザインであるレギュレーターが一般的になったのは、黒のスイスが製品を発売したことによるところが大きい。2012年、 スイスの実業家、オリバー・エブシュタインがブランドを買収して、新 CEO に就任し、本社をスイスのルツェルンに移転。現在、ゲルトラングは相談役として同社の運営に関わっている。日本国内では2010年6月まで、ワールド通商が2010年7月以降は、ユーロパッションが2015年からは、エコード系が輸入販売を行っている。 1996年に発表。1997年発売。ジャンピングアワーとレトログラードミニッツ機能を持つ。文字盤は特徴的な放射状のシルバーマット業者仕上げ。エナメル仕上げの文字盤を持つ。レギュレーターモデルもある。クラシカルで錆びないデザイン。使われているキャリバー 741S のベースは ETA バルジュ7 7 5 0ではあるが、 不要なパーツを外し、徹底的に透かし彫りと装飾が施されているため、一見すると別物になっている。アームバンドウーレンの1996年度、ウォッチ・オブ・ザ・イヤーを受賞した。1988年に発売された、レギュレーターモデル。ミネルバ製の大型ムーブメントを使用し600個限定で、生産されたグランレギュラトゥールは、懐中時計としても、 またベルト付きのベースにはめ込んで腕時計としても使用できる。5インターナショナルリストウォッチゼニスの新オートマチック1994年秋 P44 ありがとうございます。